こって書いてますが、肉の味が濃い感じですね。逆にこの熊本の天丸の方は、まあ、似たような部位なんですけど、逆にあっさりとしてて、もうずっといける感じの。塊で販売されてますが、はい、お肉切るの難しくないのかな。ね、半解凍の状態で切ってもらうと、意外に簡単に。一応ね、こういう、これ映ってますか、これちゃんと。はい、こういう、はい、こういうね、解凍方法も渡させてもらってるんで、この通りに切ってもらうと意外に簡単に切れますんで。でも僕もね、それこそあの調理のプロとかではないんですけど、全然切れますんで、主婦の方なら全然僕がうまく切れると思います。